人以外による選挙への立候補は、いくつかの国において事例が見られる。こうした立候補は時として、抗議票、もしくは政治体制に対する風刺を意図しているほか、ただ単純に楽しむことを目的に行われることもある。選挙に関する法規では立候補者が明確に人間であることを必須とするか、動物では行うことができない行為を立候補者に対して要求する場合がある。 しかし、動物の立候補が正式に受理され、役職についた事例すら存在する。1988年、リオデジャネイロ市長選挙に担ぎ出された、チンパンジーチャオの像。1997年のアイルランド大統領選挙で数千票を獲得した七面鳥の、ダスティン。1997年、アラスカ州タルキートナの町長に選出された猫の、スタッブス。以下では、 人以外が選挙に立候補した主な事例を挙げているが、正式に立候補届を出したのではなく、投票用紙に名前を書こうという運動が起こった事例なども立候補に含まれていることに注意されたい。そうした場合、第何番目の得票を得たという類の記述は、正式な立候補者であったと仮定した場合の順位である。アメリカではいくつかの小さな町において、 動物が蝶々に選出されている。例えば、ケンタッキー州のラビットハッシュの町々に、ジュニア・コクランという名前の黒のラブラドール・レトリバーが、また、テキサス州ラヒータスの町々に、クレイ・ヘンリー3世というビール好きなヤギが選ばれたことがある。こうした、ラビットハッシュやラヒータスといった町は非法人地域であり、町々はあくまで儀礼的な役職で、実際の行政府の長ではない。 動物が選挙にて当選し完食を得るという発想自体はパロディや民間伝承のネタとなってきた。1972年、アメリカの歌手トム・ティー・ホールは動物が完食に当選した内容を歌った曲大統領になった猿でヒットを飛ばした。トマス・ラブ・ピーコックが1817年に表した小説メリンコートでは議会議員候補としてオランウータンが登場する。 日本では動物が内閣総理大臣に就任した内容を描いた漫画、頑張れ。パンダ内閣や国家の猫村山がある。2010年にはソフトバンクの白戸家の CM の一つとして犬である白戸二郎が選挙に立候補する内容のものが放送された。ありがとうございます。